腸が出るちゃんとした FFIM だったらいいですよってなったんですけど、で両方1回になったんですけど、その後に、EWC に所属になっちゃったので、EWC のオーガナイザーと ETS ってところが、あ ETS のパンダってところがいつの間にかにコミットメントを踏んで、で勝手にワンメイクにしちゃった。